4月5日の宇野塾通信をお送りしています。これはですね、3月12日のエコノミストの記事で、ロシアのスターリン化、ウクライナで勝てないことが分かるとプーチンは国内での弾圧に手を染めているという記事ですね。今日明日明後日3日間で行います。ウラジミル・プーチンがウクライナ侵攻を命じたとき、彼はロシア帝国の栄光を取り戻すことを夢見た。しかし彼は結局ヨシフ・スターリンの恐怖を取り戻すことになった。それは彼が1939年以来ヨーロッパで最も暴力的な正当な理由のない侵略を行ったからではなく、その結果彼は自国でも独裁者になりつつあるからだ。21世紀のスターリンは嘘、暴力、古代妄想にかつてないほど依存している、取り憑かれている。プーチンのことですね。プーチン氏の嘘の規模を理解するために戦争がどのように計画されたかを考えてみよう。ロシアの大統領はウクライナが急速に崩壊すると考えていたので、国民に侵攻の準備をさせず、兵士に任務の準備をさせなかった。彼は戦争を起こらないとエリート集団に安心させた。戦場での2週間が過ぎ、彼はまだ1945年以来ヨーロッパで最大の戦争になるかもしれないことをしていることを否定している。この包括的な嘘を維持するために彼はほとんど全ての独立したメディアを閉鎖し、公式の虚偽をお迎えしなければジャーナリストに最高で15年の懲役を科すと脅し、反戦デモ参加者を数千人逮捕させている。彼の軍事作戦がウクライナを非ナチス化していると主張することで、国営テレビやロシアを再スターリン化しているのだ。プーチン氏の暴力への欲求を把握するには戦争の戦い方を見ればよい。迅速な勝利に失敗したロシアはウクライナの都市を飢餓状態にし、闇雲に叩くことでパニックを引き起こそうとしている。3月9日にはマリウポリの産科病院を攻撃した。もしプーチン氏が彼の著作で称賛したスラブ民族の仲間に対して戦争犯罪を犯しているなら、彼は自国で虐殺を行う準備ができているのだ。そしてプーチン氏の被害妄想を図るために戦争の結末を想像してみるといい。ロシアはウクライナより火力がある。特に南部ではまだ進展している。首都キエフを占領する可能性もある。しかし戦争は何ヶ月も長引いたとしてもプーチン氏が勝利になると考えにくい。ロシアが新政府を樹立することに成功したとする。ウクライナ人は侵略者に対してに対抗して団結している。プーチン氏の傀儡は転用しなければ統治できないが、ロシアはウクライナの半分に兵士を駐留させるだけの資金も兵力もない。アメリカの陸軍の協議によれば、反乱軍、この場合 NATO を後ろ盾にした反乱軍、ウクライナのことですね、に立ち向かうには占領軍は人口1000人あたり20から25人の兵士が必要だが、ロシアは4人強である。で、これでですね、3日続くんですが、まず最初に、まあ最初、まあ、プーチン のロシア帝国の栄光の話ですね。で、結局やってることはスターリンがやったようなことと、同じだよと言ってますね。それで、戦争を始めた時には国民に、まあ、やってないよという嘘をついていたわけですけれども、
1945年以来最大の戦争になったわけですね。でそれをやっぱり情報統制をして、それを隠蔽しようとして非ナチス化だという名目でウクライナを攻めたわけですね。で結局だんだんその戦い方がですね、暴力的になって一般市民を殺害しだしたっていうのがあるわけですね。で仮にキエフを占領することがあっても統治することはできないだろうと。でウクライナはやっぱり団結しているからそういうことだということですね。それから、まあ、新政府を樹立しても、まあ、今の兵隊数の数から言ったらば20万人ではとてもウクライナを統治することはできないということですね。